どうぞ。で、今度中学校入りますよね。はいはい。で、中学生になるとまたちょっと、まあ、そのままボーイズリーグっていうのは、ああ、そのまま、違うチーム、その浜寺ボーイズっていうのは、まあ、小学校と中学部があるんで、その中学部に行かず違うチームに行ったんですけど、はい、あのもっと近いところに行ったってことですか。まあ、浜寺ボーイズよりは近いところですけど、まあ、それも田村に誘われて、で一緒のチームになまた田村と一緒のチームになったんですよ。あ、その中学校入ってですね。中学校のボーイズリーグが、それこそ田村のめちゃめちゃ家近い、まあ、田村は狭山市、大阪狭山市に住んでるんで、で狭山ボーイズっていうチームに入ったんですけど、でそれは田村から誘い受けて、で僕も狭山の方が近かったんで、もう電話かけないんですか。いや、結構もう小学校の時から一緒に遊んだりとかしてたんで、はいはい、それで一緒にやろうやみたいな感じで、はい、誘って。二人で一緒にやったらこれ全国取れるんちゃうかとか、そういう。いや、そこまでは考えてないですけどね。多分一緒にやりたかったのかなと思って、まあ僕も一緒にやりたかったんで、で一緒のチームになって、はい、まあ中1から、まあ、僕らだけ出てたかなと思うんですけどね、はい、試合には、中3の試合に。まあ、僕、その時ファーストやったんですけどね。今度バスはい。はい。まあ、なんか、空いてないんで、他、ね、それやっぱ中3の人とかいるんで。田村は、多分キャッチャーやったっす、1年から。で、工場さんはファーストと。ファーストっす。で、1年生から両方、2人とも出てたと。出てました、はい。結構全国大会とかってあるんですか。あります。予選があって、その予選、まあなんかボーイズリーグはなんとか支部なんとか支部で分かれてて、その支部で予選があって、でその予選で優勝したら全国っていうので、でも全国は行ったことないです。僕らは負けるんですよね。2人行っても負ける。はい。でもっとすごいやつがいるわけですね。すごいというか強いですね。強いチームが結構あったんで、はい、行ったことないですね。藤浪もおったんで。あ、同じ支部に。あ、同じ支部の中に。あ、そうです、別のチームに。でもだから予選とか当たったり、もう結構すごかったですね。レベル高かったんで、藤浪とか、あの森友哉とか、森友哉が一個下で、で同じ支部やったんで、まあ結構すごい感じで。すごいですよね。はい。で、藤波さんはその頃からもやっぱ有名なんですか。いや、そんなにやったんですけどね。あ、その時そんなに。田村が田村が有名やったんです。有名で、はい。で、それでも藤波さんっていうのは後で分かったんですか。その当時からやっぱり藤波。あ、でも、でも中2中3ぐらいから知ったって感じです。めっちゃでかかったんで。やっぱりその時から。はい、その時は190ぐらいだったんです、多分。もう、ね、その頃にですか。多分中学生ぐらいで。それがもうちょっと、はい、でピッチャーでしょ。ピッチャーです、ピッチャーです。でも対戦はしてないんですよね。した覚えがあんまなくて、1回ぐらいかな、練習試合。でもそれを打ち返してたの森友哉が打ち返してたんで。それは、森さんは違うチーム、また別です。あ、みんな、あ、その支部の中では一緒ですけど、中では一緒なんだけど、あの何チームもあるんで、藤波さんと森さんはまた違う、また違うチームで、で僕らも違うチームで、後にあの甲子園の夏の甲子園、あ、春の甲子園、僕らの代の決勝で当たるっていう。そうですよ、ね。いや、そので他の大阪桐蔭の5番バッターかのやつもその支部にいたりとか。また別のチーム。はい。でまた別のチームに僕らの厚生学院に来たやつもいましたし。結構その阪南支部って言うんですけど、その阪南支部の中で決勝桐蔭と甲子園で阪南支部めっちゃおったみたいな感じですよ。すごかったです。その頃ですよね。あの藤波さんと森さんは一緒のチームで、桐蔭で一緒で、はい、1年違いです。1年違いですけど、はい、森さんなんかはもうめちゃめちゃ阪神ファンですよね。あ、どうなの。
まあ、FA で阪神にはいいやと言ってましたけどね。多分人生たち。あ、そうなんですか。はい。いや、それちょっとショックなんですけど。でも、まあ、そしたらこう中学校3年間っていうのはもう高校も野球漬けなんですか。野球漬けですね。まあでも、週4ぐらいですかね。練習、多分火木土日やったと思います。帰宅部やったんで、僕その学校の部活は入れないって言われたんで、他のクラブチーム外部で行ってる人はその学校の部活動にも入りませんみたいな。でだから帰宅部やったっすね、はい。その残りの3日間は自分でトレーニングする。トレーニングっていうトレーニングはしてないですけどね。あの走って、あの父親が結構言ってくるんで、お前今日走ったんかって言われるんで、夜ご飯の前ぐらいに走ってます。5、6キロぐらい走ってたんですかね。で飯食ってからティーあげてもらって、ティー打って、で風呂入って寝るみたいな感じの生活をしてましたね。で1年生の時は、はい、ファーストやって話です。あ、はいはい。その後2年生3年生とその先輩たちがいなくなる。はい。そしたら守備はどうなったんですか。2年の時またセンターとか行ったんですかね。外野にやっぱ行ったんですか。外野に行きました。肩が強かった。いや、どうなんですかね。内野が下手だったのか。多分下手だったんですけど。で中2の途中ぐらいでサード守って、中3に上がる前ぐらいにショート守り始めたんですかね。そっからですね。だ中学校3年生ぐらいの時から。そうですね、ショートに。ショートになります。これショートっていうのは、そのやっぱり監督がショート守ってみいって言うんですか。なんか生かされたというか、はい、多分そうですね。守れって多分、はい、それがなかったらショート守ってなかったっすね。めちゃめちゃもうショート行けってなってから、めちゃめちゃノック受けさせられて、まあそのヘッドコーチがすごかったんで、結構、まあ、監督とヘッドコーチが、まあ、僕のまあ中学校の恩師みたいな感じなんですけど、そのコーチにも教えられて、バッティングも守備も。でも内野めっちゃ下手くそやったっすね。膝が硬かったりとか、なんか腰が落ちひんかったりとか、なんかちょっと癖があったんですかね、多分投げる時の癖も。だからめちゃめちゃ言われてました。もっと構成構成とかで叩きのめされてって感じです。バッティングもそうですけど、もう僕倒れかけたぐらい、なんか室内、なんか夏場でティーのと、なんかもうバッティングのもうずっと打ち込みみたいなの時にずっとティー上げられて、何百球も多分。で室内、夏場の暑い時期のなんかちょっと室内みたいなのあるんですけど、そこで打たされて酸欠になったんかな、なんかもうもうふわみたいになって、嫌な思い出しかないですね。はい、でもそのボールを上げてくれるのはそのヘッドコーチ。あ、もうずっとそうです。これ大変ですよね、でも。いや、まあそうですね。いや、もちろん、北条さんはもちろんそうですけど。そうですね。やっぱり、教える側はまず、いや、あんだけ、はい、あんだけ付きっきりでできるかってなったら、今だからその、僕が教える側になったら、あんだけ付きっきりでできるかなと思ったら、なかなか多分、きついですね。今思えば、やってくれたっす、よく。愛情ありますね。愛情めちゃめちゃありましたね。はい。もうノックでも、ティー上げるのも、すごかったっすね、今思えば。はい、なるほど。まあ、そのあたりに、その先、タイガースまで、プロまで行き着く、北条さんの誕生地が、もう大体その中学校3年生の時ですね。いや、まだっすね。まだっすか。まだっすね。まだっすか。全然まだっすね、多分。はい。チャンネル登録、よろしくお願いします。